頭の中にある地図でちょいと調べてみるかな。なんだ、ここはサザンビークではないか。よもやこんな変わり果てた姿でこの国へ来ることになるとは思いもせんかったわい。こんなことになったのもドルマゲスめ、すべてやつのせいじゃ。一刻も早くドルマゲスを倒し元の姿に戻らねばな。こんなことで姫の結婚を台無しにされてたまるか。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。こちらサザンビークですね。サザンビークは、こちらの馬姫様の結婚相手がいるお城でございます。グラビウス王の治める国。さあ、ここにはね、あやつがいるんですよね。あーっていうね、こんな感情にさせてくるね。キャラクターがね、出てくるんですよね。早くお会いしたいですわ。まあ、民家とかのあれは、裏でやっとくとして、まあ、サザンビークに、お城に行くのがって言っても今夜か。まあ、夜に訪問するなんて、失礼なことはできないな。一旦朝にしますか。今回もね、コメントを一つ見させていただきます。キスキス5533からのコメントです。初コメです。マルチェロ側の FF10 のシーモアのスワベさんだとは驚き。声優さんはほんとすごいです。私は PS2 でプレイしていましたが、3DS もいいですね。早く買いたいですというコメントいただきました。そっか。あー、全然もうやっぱさすがって言ったらもうプロだから失礼なんだろうけど、すげーな。すげーわ。全然シーモアって気づけなかったもん。マルチェロさんが。やっぱすげえんだな。もうすげえっていう言葉しか出てこないよ。恐ろしいですね。もうなんかその、当然さ、素人だったらさ、もう、例えば変な声とかいつもと違う声を出したとしても、その人の声帯のなんか、特徴みたいなやつがバッと出ちゃうじゃん。でもさ、声優さんってさ、ほんと切り替えてくるじゃん。っていう、あの人みたいなのができるからやっぱすごいよね。それがプロってことなんでしょうね。プロとアマチュアの違いっていうかさ、かっこいいよなぁ。あれ？あ、今出ましたね。チャゴス王子っていう。これダメですね。多分、来る場所間違えましたね。多分間違えたな。これ先に行かなきゃいけないところに、行きそびれてますね。これ多分。やっと着いた。超長かったです。画面見せて、これですね。右下の船のところから左上に青点、あそこから左ぐるーっとこの大陸回ってここまで来ました。超時間かかった。はい、ということで到着ですね。多分、ここが次行くべきエリアだと思うよ。多分だけどね。あ、そうですね。あー、どうかな。どうなんだろう。カジノの街なんですけど、ここ。カジノで有名なベルグラック。ラックっていう言葉がついてるからね。今訳あって休業中なんだよ。とほほ。なんかあったんですかね。まさにこのなんかあったんですかねっていうのがまさにフラグですよね。やる気ないのか。とりあえず昼間にしないとお話にならないと思うんだけど、宿屋どれよ。これか？マップ見てるとね、よくわかんないんだよね。左の方にベッドのマークあるんだけど、多分これだと思うけどな。違うのかな。あれ？これ厨房に見えるな。あ、まあ、とりあえずちょびちょび探索するか。冷たいチーズ。ないですね。何もないですね。人探し。そういうことならホテルのバーにいるマスター。人殺し？あばばば。でもありがたい情報いただきましたね。まあでも本当にすごい銀行なんだけどね。なぜか預けたところ以外の銀行からも引き出すことができるっていう。それがすごいよな。バーにいる。この人？違うなぁ。この人か？この、
スターを探してるんだけど、友人たちが出て行ったまんま帰ってこない。なかなか見つからない。話が進まない。ちょっと上行ってみようか。綺麗なお風呂だ。お。さあ、そろそろ話してくださいよ。あの日本当は何があったのかを。仕方がないな。絶対に誰にも言わないでくれよ。俺が漏らしたなんて知れたら。絶対に口外しません。酒場のマスターというのは意外と口が固いものなんですよ。わかったから、でかい声出すなよ。あの日ギャリング様の屋敷に強盗が押し入ったのは知ってるな。実はな、あの時の強盗にギャリング様は殺されてしまったんだ。ギャリング様が？バカ、でかい声を出すな。ギャリング様が屋敷から出てこないのはもう死んでこの世にいないからだよ。その強盗は何者なんです？あのお強いと評判のギャリング様を殺してしまうなんて。俺もその場にいたわけじゃないから詳しいことはわからんが、その強盗は道化師の格好をしていたそうだ。うん、道化師の格好ですか。でも変なんだよ、その強盗。金目のものには一切手をつけず、ギャリング様を殺して出て行ったそうだ。まるで最初からギャリング様を殺すのが目的だったみたいだぜ。そんでよ、フォーグ様とユッケ様がギャリング様の仇を討つために追っ手を放ったらしいんだ。とんでもないことを聞いてしまったぞ。このことは口が裂けても人には言えませんね。あっと、いかんいかん、店をほったらかしにしたまんまだった。おすみませんすみません、いきなり現れたんでびっくりして。あなたたちまさかずっとここにいたんじゃ。で、そんなはずないか。すみませんね、おかしなこと言って。そうか、そういうことだったのか。俺とバーのマスターがここで話していたことを詳しく聞かせろ。そうです。ギャリングさんは死んでしまった。ドルメゲスの手によって。知ってしまいましたね、主人公は。これでギャリングさんのお屋敷に入れるようになるのかな？真相をつかむために歩き回ってた。いつの間にか朝になっちゃったじゃないか。多分ね、表口から入らせてくれない。多分裏口だよね、入るとすれば。あ、でも話の内容は変わらないなぁ。どうしよっか、どうしよっかな。どうすれば話が進むんだろうか。はい、朝でーす。武器屋さんとりあえず見とく。サンゴの髪飾り。あー、ライトシールドはみんな上がるなー。つけてもいいかも。鉄の鎧。上がるね。みんな上がるね。これ防具屋さんだしね。武器屋はどれだ？この隣？これか。これだな。ん？ん？あれ？これ武器屋のマークついてるよな。あ、武器と防具の店か。あ、ほんとだ。毒針売ってるわ、一番上に。気づかなかった。武器毒針だけか。どうすればいいんだろうなぁ。
うん。やっぱりマスターに話しかけに来るのが正解だったか。うん、私がいろんな、はい、お願いします。殺害されたギャリング様の仇を討つため、フォーグ・ユッケが追手を放った。追手が向かったのはベルガラックの北にある島。その島には身を隠すのにうってつけない遺跡がある。なるほど。うんうん。ギャリングを殺したのがドルマゲスとは断定できんが、これはひょっとしたらひょっとするかもしれん。じー、おっさんいつの間に。おお、4回目。一度、北の島にある遺跡へ行ってみんか。ひょっとしたら何か手がかりが得られるかもしれんぞ。行ってみますか。まあそういうことでしょうな。話の流れ的は、この尻尾かわいいよな。ちょこんとついてるやつ。では、うん、体勢を整えた上でですね、北の島の遺跡向かってみたいと思います。では今回はここまでにいたしましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。